皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もニーアオートマタ遊んでいきましょう。さあ前回ですね、あの巨大なお魚さん、あれを倒すためにナインエースがね行方不明になってしまいました。で今回は一旦ねキャンプに戻っていきましょう。でその前に自爆しよう。これね、あの自爆のコマンドを連打するとねちょっと危ない人っぽくなるの。こういう感じになりますね。よし、さあ久しぶりに脱がして、そんで向かっていきましょう。多分あの前回の EMP あのせいであれが使えないかな、 AP。 ちょっと見てみよう。あとですね、この斧、これを装備して、そう、これがねなんかいやらしいんだ。空中で切る。はい、という情報でした。そんで AP はやめなさい。もう何が詰まってんのここに。いけませんね。ですね、となると走って戻ろう。どっち、これも2周目か。まあぶっちゃけ 9S いなくてもいいわ。あのいない方がね会話が なんだっけ、会話の誤作動か、あれが起きないんでね。そうで、水にジャボッと浸かるとこの体がねテカります。釣りを開始。あ、釣りじゃない、釣りじゃない。開始。そう、こんな感じでなんかゆで卵っぽくテカります。終了。そんでね、どっちだ。こちら 2B。 実は各地のアクセスポイントが壊れてしまったみたいで、超巨大機械生命体の EMP 攻撃の影響みたいです。もし移動中に壊れたアクセスポイントがあったら修復をお願いします。了解。修復できんの？やってみようか。そこにありますね。やめなさい君たち。レーザー撃つよ。よし、アクセスポイントの修復完了。今ので OK。 とりあえずねキャンプ。さあ着いたよ。あ、でもね、何か用か。微弱なブラックボックス信号を検知できる特殊なスキャナーを探している。特殊なスキャナー。ああ、ヤズラが作っていた機械か。ちょうど遠征から戻ってきているな。そのあたりに赤い髪のアンドロイドがいるから、そいつに聞いてみろ。トゥビー、赤い髪のアンドロイドは、いや、なんでもない。なんだ、結構重要な存在。この二人か。なんだお前。そんないきなり喧嘩腰はダメじゃない、デポル。ポポルは不用心すぎるんだよ。ごめんなさいね。何かご用でも。スキャナーを探している。微弱なブラックボックス信号を検知できるスキャナーを探している。
ああ、そういえば前にそんなのを作ったな。こんなのでよければやるよ。そのチップをセットすれば創作の手助けになるわ。ブラックボックス信号以外にもクエストで指定したオブジェクトや他にも貴重な資源とかそういうものに反応して音を出してくれるから。ま、うざったい時は外しちまえ。他にも必要なものがあれば聞きに来てね。あんまり私たちと仲良くしない方がいいけど。デボル。で、ポッド用のプログラム、スキャナーを入手。なるほど、これをね、装備していこう。これですね。よし。さあ、どうかな。飛んでいけないっぽい？あ、ダメなんだ。つまり、またの下水道を通って水没都市か。早速スキャナーにブラックボックス反応があるな。使ってみよう。こっちか。近づくとこう激しくなる。ね、どっかな。よし。どこだ。だいぶ近い。ここか。どこ。これは便利かもしれない。いらねー。で、多分これを使って。海上で巨大爆発に巻き込まれた。そうそう。水没地帯でのラインエス捜索。了解。それにして、今日のポットはよく喋る。皇帝、私は支援ユニット。必要に応じて会話を行う。提案。トゥービーの自発的会話を増やすこと。否定する。ちょっと待ってね。ですね、マップで、どっち？確かのパイプね、あそこに入って、そっちではなくて、どっちだっけ？一旦そこ行こうか。そこのポッドを修理して、で、ワープしていく。できるかな？よし。さあ、どうかな。いけますね。よし。さあ、着きました。でね、スキャナーを起動して、どこだ。ナイス。もうちょい置くかな。多分ね、これアイテムとかにも反応してると思う。これ違うわ。これ前回の人。こっちは？これも違う人。さあ、となると、これも違う。で、これも違う。そう、この人ね、話しかけられない。これも違う。どこだ。
あ、そっちね。この赤いサークル、この付近、この付近どこだ。ナイエス。こんなか。いや違うっぽいな。まず敵を倒すべきかな。これも違う。一旦倒すか。あ、しかもレーザーが撃てない。待ってね、こいつらをまず一旦やろう。しかもダメージが分散する。いやこれは厄介だぞ。待って、ポッドのねプログラムを変えて一旦レーザーかな。まずこいつらをやっつけてからの捜索開始。よし、もうちょいもうちょい。 OK。 そんでですね、ここでスキャナーに変えて、どこだい？アイテム、アイテムはねいいんだよ。黒真珠。こいつは？これも違う。生命活動の継続を確認。ポット、チェックモジュールと論理ウイルスワクチンを。信号はバンカーに送ったから、救援はすぐに来ると思う。ありがとう。我々は同行していたヨルハキタイ、ラインエスを捜索している。情報があれば提供してもらいたい。どんな情報でもいい。お願い。ラインエス。あなたと一緒にいた男の子。あの子なら、確か爆発時に飛ばされてた。方角は？落下予測地点のデータを。ありがとう。救援部隊が来るまで安静にしていて。目標地点の情報を入手。マップにマーク。さあどこに行った。今ですねここにいて、でこっちね、ここね。そ、待って、そこどう行くの。そっかな、地下駆動。多分この空洞に飛んで、で行った方が早いかな。行きましょうか。割と往復させられるね。さあ AP 使って、で地下空洞この先かな。待って、武器は切り替わっている。よし。そしてこの先、こんなところにアンドロイドがいたい。ブラックボックス信号は検知できず。そう、これね縛り付けられている。これ前もあったっけ。ナイエスの信号が発信されている位置から遠ざかっている。
道を間違えたか。戻って別のルートがないか調べよう。ね、この壁の向こう、こっちか。こんな奥まで 9S が入ってきてるのか。警告、敵の罠の可能性。罠でも構わない。これ前は開かなかったね。行ってみよう。ここは複製された町。ここは一体現地。ケイ素と炭素が含まれる結晶状の物質、詳細についてはデータ不足のため不明。誰がこんなものを。不明。ここも結構広いぞ。でさらに結構高さもある。そしてアンドロイド。これも全夜吐き隊。どうして死体が。夜吐部隊員が自力で侵入した可能性は低い。予測、意図的に敵によって配置されている。何者かに倒された。でここに宝箱、回復台。もう全員死んでますね。反応が全くない。ということは 9S も。ようこそ我が町へ。私たち機械生命体は人類に興味があるんだ。愛や家族、戦争や宗教、人類の記録を読み解けば他に例を見ない複雑さに魅了されるばかりだ。この町もそうした人類への渇望が生み出した場所の一つ。君たちアンドロイドの墓場にはもったいない崇高な場所だろう。私たちは人類の特徴を学び模倣する。あるものは愛を、そしてあるものは家族で戦闘ね。待ってね、ポッドをですね、レーザーかな。よし、これで行きましょう。人類の本質は闘争、戦い、奪い、殺し合う。それが人間だ。その口で人類を語るな。崇拝する人間たちのことも悪く、気を悪くした。だがそれが真実だ。私は人類の本質に到達した。ネットワークにつながれた私たち機械生命体だが、無限に続くデータ、生の実感は死にない。理解できない。よし、パターンは大体分かった。
だから私は命を懸けて戦うことにした。ネットワークから自分を切り離した。さあ殺し合おう。さあ後半戦と思ったけどライフ全開。甘い。でまた下から来る。お前なんかに関わってる暇はない。ナイエスを、ナイエスを探す。ああ、ナイエス。たまらないよ。ナイエス！君のために用意したんだ。戦うためにはそれにふさわしい理由が必要だろう。貴様殺す。そうだ、その感情憎悪だ。来い。いいね、いい壊れっぷり。でレーザー、よし。避けてから切り刻む。どこだ。よし。これはいけますね。もうちょい。そうか、ナインエスは大変だったな。言われた通り、ボディごと君たちの司令部に打ち上げておくよ。ありがとう。え、何か。君の口からそんな言葉を聞くなんて意外だな。
まあいいさ。あと伝言がある。君たちの司令部が連絡を欲しいってさ。分かった。さあ一旦トゥービー打ち上げて。こちらトゥービー、何ですか？司令官に繋いで。あ、トゥービーさん、了解しました。ちょっとお待ちくださいね。トゥービーか。敵機械生命体、コードネームアダムの破壊、ご苦労だった。分析の結果、奴らのネットワークシステムの半数をアダムが管理していたことが判明した。ネットワークを破壊された機械生命体は弱体化するだろう。司令官、ナインエスは？ナインエスはこちらでデータオーバーホールを行う。問題がなければまた君と同行してもらう予定だ。よろしくお願いします。ナインエスが動けない間、君には別の任務を頼みたい。内容をメールしたので確認してくれ。了解。ネットワークの半数を。アクセスポイントからメール受信の連絡。とね、メール読んでいこう。機械生命体の動向調査。コードネームアダムの破壊により、敵ネットワークシステムに対して大きなダメージを与えることに成功した。これにより多数の機械生命体がネットワークから切り離されたことを確認している。しかしネットワークを離れたからといって機械生命体が消えてなくなるわけではない。彼らの行動が我々の脅威になる可能性は依然高い。そこで 2B は機械生命体に関する情報を集めてもらいたい。特に不審な行動をしている敵がいないか、その動向を確認してくれ。以上。司令官。機械生命体たちの動向かって言っても、出会ったらすぐに殺しそうだけど。提案。同族である機械生命体パスカルからの情報入手。なるほど、パスカルなら何か知ってるかも。でまた森か。もしもし、聞こえる？パスカル。ああ、トゥービーさん、どうしたんですか？最近の機械生命体の動向について何か気づいたことがあれば教えて。最近の機械生命体の動向ですか？そういえば2日前、中央ネットワークから外れた機械生命体たちから和平協定の連絡がありました。和平協定？ええ、ネットワークの支配から逃れた者たちがこの村と同盟を組みたいと。なら、パスカルの村に合流すればいいだけなんじゃ。いえ、すでに大きなコロニーを作っているそうです。コロニー？はい、廃工場に逃げ込んでいるようです。興味があるようでしたら場所を転送します。お願い。私もそろそろ話しに行かないといけないと思っていたので、現地で合流しましょう。了解。怪しいな。地点の情報を入手。マップにマーク。でね、行ってみようかね。廃工場、場所はこっち。これはどう行くの？ここか。ここに飛んで、でこっちね。よし、向かっていきましょう。でですね、どっちだ？その、この奥。多分この道路に乗っかって、で、上かな？もうパスカルを先に行ってる。で、そこをね、工場廃墟。あの体験版のステージを思い起こさせるような。あの体験版とことは違うのかな？一緒かな？
で、またそこにいる。もう何やってんのこれ。レベル1。一旦起動して、で、セーブして。よし。そして、もうこの先。そこね。とね。あ、これ体験版のとこですね。で、ここに武器か。前なんかサブクエであったね。これを回収してこいっていう。で、白の薬杖、これをゲットと回復薬セット。待って、取りすぎ取りすぎ。どうなってんの、バグってんのかと思うくらいにアイテム取ったぞ。しかしね、回復薬は大以外いらないかな。戦闘中に瞬時に使えない。こんにちは。じゃあ行きましょうか。同盟を結びたい機械生命体はこの奥にいるそうです。しかし気をつけてくださいね。我々機械生命体は危険ですから。自分たちが危険？ええ、客観的事実です。ネットワークから切り離された私たちはお互いの情報を共有していません。言葉を交わしても本心とは違うかもしれませんので。言葉か。この子クロノトリガーのロボっぽくて可愛いな。で、意外と移動が早い。そしてこんなか。こいつらは。ようこそ神の宿る場所へ。宗教を持ってる。こちらの通路をお進みください。司祭。行こうか。そんなに急いでも教祖様は逃げませんよ。どっちだ。多分そっちかな。ですね。ポチ。あいつおらんぞ。なんでついてきた。トゥーリーさんの今後を紹介した以上、責任を持って最後までお付き合いする必要がありますので。一応感謝しておく。怪しいな。司祭は来ない。そしてあちらの扉を開くと教祖様のいらっしゃるお部屋です。あちらの扉を開くと教祖様のいらっしゃるお部屋です。教祖。神を信じるようになって心に安らぎが訪れました。一体誰を崇めているのか。行こうか。そいつか。祭壇の上の。あの、私パスカルと申します。和平交渉についてお話をさせていただくために。教祖様は神になった。神になった。
競争様は神になった。神になった。競争様は神になった。神になった。私たちも神になる。神になる。私たちも神になる。神になる。君たちも神になる。神になる。君たちも神になる。神になる。君たちも神になる。神になる。みんなで死んで神になる。こいつら戦闘か。私の予測は的中したようですね。しかし興味深い。こんな特殊な思想を持つ機械生命体は見たことがありません。きっと貴重なサンプルだ。いいから逃げる。バンカー、こちら 2B、廃工場跡地で適正機械生命体と遭遇。脱出ルートの確保を要請。通信環境の不安。救援信号ループアーチ。了解。くそ。一旦やっつけよう。そんなに強くはない。死ぬことを望んでいるロボット。よし、パスカルは待って、一応こいつらもちょっと片付ける。ただ湧いてきてる。キリがない。行こうか。この奥、開かないじゃん。よし、待って待って、なんで閉まったの今。押したらさっさと行けっていうことね。待ってね、押して押して、はい、行くよ。これ痛い痛い痛い。よし、パスカルこっち来い。よし、あ、危ない。またいる。この声はで死んじゃった。工場の廃墟から脱出する。怯える信者。教祖様、まともな個体もいんのかとね。そこにアイテム、これ取って、でずーっとこの先ね。ここも広いな。プラス敵がいる。痛い。まだこれ、見えない見えない。老眼とかではないけど見えないよこれ。
レーザーぶっ破して、よし、端っこについた。でそこにエピね、よしよし。でマップ情報解禁。さあではね、今回時間の切りがちょうどいいんで一旦これ終わりにして、でね、次回もこの工場からの脱出、この後編に挑んでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。